どうもこんばんは、桃太郎でございます。本日は Nboxカスタムのカスタム DIY の基本シリーズということで、定番中の定番のナンバー灯の電球を LED に交換してみようと思います。 Nboxね、 Nboxカスタムにおいてはフロントおよびリアのライト類というのはほぼ LED 化されておりますけれども、なぜかナンバー灯だけが豆電球のままですので、カスタム DIY を楽しんでいらっしゃる方であればですね、 Nboxを買ったらまずやるところではないかと思います。ところがぎっちょんちょん、2代目 Nboxカスタムターボ前期後期と乗り継いでおります。私、大したことはまあやってないんですが、それなりにカスタム DIY を楽しんでまいりました。ただここは未だやっておりませんでした。今更ジロー、好きだとジローではございますけれども、今回やってみましたんでお伝えいたしたいと思います。今回購入しました LED 灯はですね、 Amazon で購入した LMCC ファンというところのものなんですが、まあ、Amazon で販売されているだけでもこの LED 灯価格も照射範囲もですね、照度もピンキリでございますので、とりあえずまあ価格とレビューから適当に選んでみた次第でございます。はい、それでは早速交換してみたいと思います。よろしければお付き合いください。交換は自己責任でお願いいたします。はい、まずケースですね、このナンバー灯のこれを取るんですが、矢印の方向に押していったらなんかパカッと取れました。あんまりね、感覚がないんですよね。パキッと取れるとかいう感覚がないんですけど、とりあえず取れましたんで、引っ張っていって、はい、こちらですね、カプラーがついております。でここ爪がありますので、ここを押しながら引っ張り出しますが、ここは別にそんなに力いらなかったです。はい、で続いてですね、はい、今度ここを取っていくんですけれども、ここに、まあ、板みたいなのがあって、これを内側に折りますね。折るというか、まあ、傾けると取れるようになりますので、はい、でここを引っ張ります。はい、抜けました。で続いてこの豆電球を抜いていきますが、これはまあ特に力ずくで抜くだけだと思いますので、一瞬どうなのかなと探りながら様子を伺ってますが、やっぱり力ずくだなということで、力ずくで一応抜いております。取れました。引っ張って抜けましたね。はい、はい、そしたら購入した LED 灯の方を差し込んでいきます。まあ、向きだけ注意ですね。なんか後ろ側が長くなってますので、それと逆側に光が出る方を向けて差し込みます。これだけです。はい、あとはキャップをこれとつけます。元に戻していきますね。形状がありますので、このままカチッと、でここのストッパーを内側へ、はい、しっかり取りまして、ここはまっすぐなっております。はい、これで OK ですね。続いて先ほどのカプラーと、まあ、本体というんですかね、カバーをつけますが、ちょっとカプラーがあのホースの蛇腹のところに引っかかってますね。ホースが蛇腹になってるんで、はい、出てきました。あんまりここ持つよりここ持った方がいいと思いますね。ここ結構はい、向きだけ確認して差し込みます。差します。はい、そして最後にこのカバーを実際ボディにつけるんですけど、ここでですね、しっかりこのボディとこのカバーが密着していないと、その密着してない段階でこの矢印の方向にいくら引っ張ってもやっぱりくっつかないですね。なのでこうしっかりボディとこう密着させるという、カチッとこうはまるっていうんですかね、そういうところがありますので、あ、今はまりましたね。こういう感じのところで矢印の方向に引っ張ってあげればしっかりくっつくようになりました。これで OK です。はい、それでは点灯の確認をしたいと思います。さあどうでしょうね、いきますかね。はい、いきました。イエーイ。はい、無事点灯いたしました。
それではどのぐらい変わったのかちょっと画像映像で見ていきたいと思います。まず交換前の豆電球の画像になりますが、これがこんな感じでございますね。まあ、これを基準に LED に交換するとこんな感じで、ちょっと撮影角度も違うんで、なかなか完璧にこう差が見つけられにくいかもしれませんが、こんな感じになっておりまして、上下に並べるとこんな感じですね。まあ、あの電球の部分の光の大きさが LED の方が大きいのは分かると思います。でこちらは動画になってるんですけど、豆電球の方ですね、ちょっと寄ってます。基準これに関して LED がこんな感じで、これもちょっと角度微妙に違うかもしれませんが、やっぱり電球の周りがかなり明るくなっていると思います。はい、あとまあ白色灯なんでね、その辺もくっきりはっきりするんじゃないかと思います。はい、ということで本日は NBOX のカスタム DIY の基本シリーズということで、リアナンバー灯を豆電球から LED に交換してみました。今回購入した LED 灯ではですね、豆電球よりまあやや明るくなって暖色から白色に変わりましたので、その分はっきりくっきりした感じでございます。まあ、ただしナンバープレートの下の方というのはそれなりに光量落ちますので、まあ、ナンバープレート全体をはっきりくっきりさせたい方はですね、もっと照射範囲や照度の大きいものを選ばれるのも良いかもしれませんね。私的にはですね、今回のものでまあ十分かなと感じております。商品によっては電球ではなくてケースっていうかカバーっていうんですかね、あの透明の部分、あれを交換するタイプもあるようですので、そちらを選んでみるのも良いかもしれません。ご興味ございましたらナンバー灯の LED 交換やってみてはいかがでしょうか。まあ、ただし交換については自己責任でお願いいたします。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録で応援いただきますとありがたいです。あとブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらも見てくださいね。それではまた。